ガイアンでーす。はい、今日はですね、妖怪メダルゼロですね。これの、古典メダルと、Z メダルを開封していきたいと思います。はい、これは、昨日ですね、昨日発売になったんですけれども、並んでですね、何箇所か回って、5袋ずつゲットしました。とりあえず、もう開けていきたいと思います。はい、まず古典メダルから、開封します。さてさて、どんな感じでしょうかね。はい、まずは一袋目。はい、あら、はい、これは何でしょうか。九段、よくわかんない、九段って書いてますね。はい、そしてこれが、何ですか、これが吹き付近、ふさふさんですね。ごめんなさい、ふさふさん、髪がふさふさなんですかね。ちょっと妖怪のことはよくわからないんですけれども、九段とふさふさんです。はい、なんかノーマルっぽい感じがします。はい、じゃあ次2袋目いきます。同じく古典ですね。こうしてみると古典の妖怪の名前意外と知らないですね。結構私年いってるんですけれども、はい、じゃあ次、はい、これが、はい、化けぞうり、化けぞうりとかぶりましたね。同じくふさふさん、ふさふさんね、羨ましいですね。ふさふさんなりたいですね。はい、はい、いきなりふさふさんがかぶりました。はい、そして、はい、3袋目いきたいと思います。はい、3袋目がですね、はい、何ですか、ケラケゲン、ケラケゲン、なんかデザイン的には先ほど出てきたふさふさんとよく似てますけれども、ケラケゲン。はい、そしてこれは有名ですね、のっぺらぼうですね。顔のないやつですね。はい、はい、そして続きまして、4袋目いきたいと思います。はい、4袋目が、さあ、お、出てこないですね、ついてますか。はい、これが、はい、カラカサお化けですね。これ有名ですね、カラカサお化け。そしてこれが何ですか、これは何て読むんですかね。デイデンボ、何ですか、わからないという妖怪です。すみません。はい、泥だったけどね。はい、みたいな感じです。はい、そして、最後5袋目ですね、古典の6袋目。はい、さあ、はい、あ、これは有名です、人魚。そしてまた出ましたよ、ケラケゲン。結構こうしてみるとかぶりましたね。はい、ケラケゲンが2枚、そしてサラサランですかね、サラサランがかぶりましたみたいな形になりました。はい、5袋10枚ですね。はい、こんな感じです。なんか、どうなんですかね、レアと言いますか、そういうのは出てないような感じがしますね。どうもノーマルばっかりのような気がします。はい、で続きまして、はい、こちら、はい、 Z メダルをいきたいと思います。